証拠もあるんだから。ほら。よく。不安だったのよ。私は相模広志の。ロック界のスターはおばん好みだったわけ。タッケーはミーハーなんだからね、ユミ。そっか。ユミもマラソンやってたんだよね。大事にされてんね。そりゃそうよ。彼女2週間後に開催される高校選抜女子マラソンの優勝候補なんだから。彼女が優勝すれば国長学園の名も全国的になる。いい宣伝になるもんね。ねえユミ、専門的に見てどう？彼女の優勝は。そうね、優勝はおそらく福岡県立大熊高校の岩崎涼子じゃないかしら。全国的にはまだ無名だけれども、タイム的にはあの木下よし子を上回っているわ。私の後輩なの、福岡時代の。ってことは直うろうっていう校長どもの目論見も大外れってわけか。いい君。いっそのこと由美ちゃんが走りゃいいじゃんか。そうすりゃ優勝間違いなしだろ。傷つけちゃったかな。たくゆうたはデリカシーないんだから。ほんと、あ、君、職員室はどこかな。あ、この先を曲がってすぐです。そう。あの、何か。君、モデルになってみない？え？君なら絶対いい線行くよ。僕が保証するから。いや、いいね。このプロフィールなんか最高だよ。いいね。宮原ちゃん。えいし。ああ。待ってたで、残画賞。あ、僕あの、こういうもんなんだよ。気が向いたら電話してちょうだい。ね。よ。それは悲しみと苦しみ。この物語は悪の巣窟国長学園を舞台に、暗い過去と秘密を背負った少女たちが勇敢にも悪に立ち向かう戦いのドラマである。高層ビルの街角に止まない雨を残して、ほら東から触れた髪、ただ震
こに？大会が近いんで合宿してるんです。先輩がいなくなってショックでした。私の目標だったから。でも一段とピッチが上がってるみたいね。今の調子なら優勝間違いなしよ。国長学園って言ったら木下由子さんのいる学校でしょ。どうして先輩が代表じゃないんですか？やめたの、マラソン。どうして？私先輩と走りたい。先輩のいないレースで優勝したってちっとも嬉しくなんかない。頑張って、私の分まで。応援してるわ。先輩。ねえ、岩崎涼子さんでしょ。え、ええ、やっぱり私ファンなの。サインくれないかな。でもお願い、持っててあげる。真由美さんへって書いてくれるかな。意外とおじい上手ね。ちょっと万引きしたろ。してません。ちょっと来て。ちょっと待ってください。本当に万引きなんてしてません。これ何？言いたいことがあるんだったら警察で言うんだね。ちょっと待ってください。本当に万引きなんてしてないんです。信じられない。何かの間違いよ。この事件を受けて福岡県立大熊高校は英子さんの出場辞退を決定した。彼女は、岩崎さんはこんなことするような人じゃないわ。そりゃ由美の気持ちもわかるけどさ、こうやって写真まであるんだからね。えそう、写真は嘘つかないし。由美の後輩が出場しないとなると、うちの木下よし子の楽勝ね。面白くないね。これで校長たちの思う通りになったわけか。万引きを見つかったのがよっぽどショックだったんだな。彼女は万引きなんてしてない。絶対に。由美ごめんなさい、怒鳴ったりして。信じるよ、私もその子のこと。でもな、写真は嘘つかないからな。ちょっと、写真って由美の言うことどうやって信用するんだよ。そりゃまあ、写真は嘘をつかない。でも撮った人が嘘をついてるとしたら。そういやタイミングが良すぎるわね。カメラマンが偶然現場にいたなんて。カメラマンの名前わかるかしら。ああ、確か乗ってるはずだよ。フォトバイ上原。上原、君モデルになってみない？君なら絶対いい線行くと思うよ。僕が保証するから。気が向いたらね、電話くれる。
違いないわ。どうしたの？九条の知り合いよ、この上原っていうカメラマン。え？10日ほど前に学校に訪ねてきたの。私名刺もらったわ。あれがカメラマンの上原よ。わかんねえな。どういうこと？あいつと九条がつるんでるって。バーカ、由美の後輩が必要停止になって一番得するのは誰よ。あ、やっとわかった。九条イコール国長学院ってこと。校長たちが木下を優勝させるために由美ちゃんの後輩を罠にかけたんだ。それぐらいのことはやりかねないわね、あいつらなら。まずいよ、まさか自殺するなんて。そうよ、あのぐらいのことでさ。順調だったんだろう、お前らと違って。おたつくな。何も直接手を下したわけじゃないんだ。ねえ、もういいでしょ、写真返して。お願い。そのうちにな。あいつら知ってんの？緑と陽子、日の丸女子校の番格だよ。あの二人探ってみて。由美はモデルになるわ。先生。ああ、あの時の。こんにちは。モデルになる決心をしてくれてよかった。はい。素敵だよ。待っていたまえ、飲み物でも持ってこよう。ちょっと話があるんだ。面貸してくれる？あたいらに上等切ろうってのかい？場合によってはね。ちょっと上原のこと聞きたいんだ。オッケー、どうやら当たりだね。校長も喜んでたよ。これで優勝間違いなしだって。うちみたいな三流校はスポーツで優勝しない限り宣伝にはならんからな。約束のギャラだ。九条。何？とぼけるなよ。瀬古さんは変わってないな。大学の時から相変わらず稼ぐな。シャッター一つ押すだけで。こっちは仕込みから段取ってんだからな。
今日は付き合ってもらえるんだろう。そっち持ちで。あいにくだったな。俺を待ってる人がいるんでね。またね。やっぱりでっち上げだったんだ。汚い真似しやがって。仕方なかったのよ、あいつに脅されて。どうしてあんな奴の言う通りになったの？写真撮られたのよ、あいつに。モデルにならないかって誘われて。無駄だよ。まだしばらくは体のしびれは抜けない。答えてもらおうか、君の目的を。自殺した岩崎涼子の知り合いらしいな。自殺？あなたが殺したのよ。勝手に死んだんだ、あの娘は。抜け抜けと罠にはめたんでしょ。だったらどうする？許さない。君は私に逆らえない。いや、逆らえなくなる。写真というのは使いようによっては素晴らしい武器になる。人は写真に写っているものを真実と思うんだよ。さあ、モデルになってもらおうか。さあ、いい写真になったろう。一日も眠ってたのよ。どうしてここに？どうしてって自分で戻ったんじゃないの？ドアの前に倒れてたのよ、私たちが来た時。美穂さん、由美が眠っている間に調べたんだけど、犠牲になったのは由美の後輩だけじゃないよ。甲子園代表になった浜崎高校が出場辞退したことがあったでしょ。部員が女の子とキスをしている写真が公表された。それを撮ったのもあいつさ。その他いろいろと似たような事件があるんだ。みんなあいつの仕組んだことなの。リリー、ケイ、はい、上原だ。おう、週刊写真ニュースさんか。え、いいネタね。ありますよ。ギャラは弾むんだろうな。よう、お嬢様だ。事件来そうじゃないか。一体どこまで私たちを利用する気？甘ったれんじゃねえ、バカ野郎。お前たちズベコーのスペアなんていくらでもあるんだよ。この俺様に相手をしてもらって感謝することだな。いいか、みんな。女は暴力の中で生き残ることができるか。こいつが今日のテーマだ。タイトルはな、少女狩りだ。やれ。はい。ほらほら、早く逃げろよ、ほら。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 どうした？Thank you.
張り続ける悪党ども、おめえらのような悪は許せねえ。天に代わって成敗する。なんだ貴様ら。セーラース反逆同盟。そうか、やられる女が多いほど迫力が出る。歓迎するぜ。裸に引っ向いてやれ。おだもん。へえ、アクションカメラ。バカ、何にも分かってないんだから。もういいセーラース反逆同盟。南東京の総番愛子がやられた噂で沸き立つ2年 A 組に転校生坂東がやってきた。ライブハウスで歌う坂東と知り合っていた K はたちまち恋をする。坂東の不審な動きに疑問を持った美穂は由美を呼び出し気をつけるように注意をした。坂東の本当の目的は、そして由美たちは。次回セーラー服反逆同盟、お楽しみに。